ルイ・ジャンモは19世紀フランスのリオン派の画家、詩人。ジャンモはロマン派と象徴主義の間をつなぐ人物として見られており、ドイツのナザレ派やイギリスのラファエル前派と同様な神秘主義的、理想主義を有するとともにカトリック的傾向を強く有する画家であった。ジャンモは1814年5月21日にフランスのリオン氏で生まれた。 父方祖父がオービュッソン織の絨毯業者、母方祖父が木の織物製造業者の経験がカトリック教徒であった。彼は青年時代に弟と妹の死に深い悲しみを味わった。ジャンモは1826年リオンの王立中等学校入学、そこで同級生で、後の1833年にパリで聖、ヴィンセンシオア。 アウロ会を設立するフレデリック・オザナムと知り合う。また、彼の哲学の教授のワロ神父の弟子たちと友人となった。1831年夏、彼はリヨン美術学校に入学するため、王立中等学校を中退するが、ノワロ神父の哲学と美学の講義には通い続けた。1832年には美術学校から最高栄誉の金の月経受賞を獲得した。 1833年に彼は、ビクトル・オルセルとドミニク・アングルから、絵のレッスンを受けるためパリに上京し、そこで、他のリヨン出身者と共に、聖、ヴィンセンシュア、パウロ会に入会した。1835年末、当時ローマの在ローマ・フランスアカデミーの学長であったアングルを追って彼は、クラウディウス・ラベルニュ、ジャンバティスト・フレネや他の学生と一緒に、ローマに行き、 そこで1832年にローマ賞を獲得し、ローマに留学していたイポリット・フランドランと出会う。また、この旅行の途中で、魂の歌の構想を得た。1836年に、リオンに帰郷した後、ジャンモは、ナインの家父の息子の復活あるいは、オリーブの庭のキリストのような大番で、宗教的霊感を有する絵画で、パリのサロンの批評家の注目を引いた。 1845年以降彼は野の花でシャルル・ボードレールの関心を引き、それにより1846年からサロニへの参加を許された。また、テオフィル・ゴーティエはジャンモのラコルデール神父の肖像に感銘を受けた。1854年には魂の歌第一部が完成し、リヨンとパリで展示会を開くが、この パリの展示会で同じリヨン出身の画家ポール・ジョゼフ・シュノバールと知り合った。1855年にはパリ万国博覧会に魂の歌の出品を許されるジャンモに好意を持っていたウジェーヌ・ドラクロアのおかげだと言われている。しかし不可解で謎めいたこの作品は批評家のシャルル・ボードレールに反じようとしてくたびれてしまうと評されたように結果はかんばしいものではなかった。 その年の12月に彼はカルパントラの貴族の家柄のレオニーさんポーレと結婚した。1856年にジャンモは聖ポリカルプ教会から最後の晩餐のフレスコ画の注文を受けた。それに続いて他の多くの注文、特に彼の友人の建築家ティーデ・ジャルダンからのサンフランシスコデセールの改装された教会ドームと視聴者の装飾の注文を受けた。 その後彼は美術学校教授に任命された。しかし1860年聖王ギュスタン教会の装飾という注文を受け、パリに移り住んだ。だが彼の保護者たちの死、すなわちドラクロアついでフランドランさらに3時間をしていたおじし、ベールの死によって、この仕事から追われた。そしてジャンゴは家族と経済状態の深刻な問題に悩まされ、 歩くユのドミニコ海学校での教師職を受け入れた。不仏戦争の最中の1870年8月、彼の妻はパリ郊外のバニューで第七子の誕生の後に亡くなった。プロイセン軍がその家に近づき、さらに家を包囲すると、彼は義父が住むアルジェに避難しそこで風景を描いて過ごした。フランスがプロイセンに降伏した後の翌年6月、 パリに戻ったがバニューの彼の家は略奪されていた。彼は孤独な生活を送っていたが、シャルルルブラン、シュナバール、オザナン未亡人たちの友情によって立ち直り、1878年にはテールサントのフランシスコ海協会の装飾を担当することになった。この仕事を終わった後、増大する金融や家族の混乱に直面し、ジャンモはいくつかの注文、ロザリオ、 聖クリスティーヌの殉教を受けたにもかかわらず、トゥーロンで人里離れた生活を送った。またこの頃ジャンモは、魂の歌の詩の第二部を完成したがこれを、パトロンデメ門モンの工業家でアマチュア写真家のフェリックス・ティオリエが出版することを決めた。そして、1881年ジャンモの詩と、ユサイデッサンの写真を入れた印刷本、魂の歌が刊行された。 その間1880年リヨンに帰るが、彼の世代の画家の大半がすでに世になく、彼の芸術は時代遅れとみなされて、公的な注文から締め出されてしまう。1885年、ジャンゴは元学生のアントワネット・キューラと再婚し、再びリヨンに定住するため戻りそこで彼は、魂の歌のテーマの継続とみなすことができる、煉獄や地の終わりなどの木炭画を描いた。 また1887年リヨンとパリでジャンモにより以前に書かれた記事を含む芸術と芸術家の意見と題する500ページを超す著作が出版された。そしてその5年後の1892年6月1日にリヨンで肺炎で亡くなる78歳であった。聖母秘書店、イッポリット・フランドラン等のリヨン派の画家やドミニク・アングルの弟子と同様ジャンモは 多くの教会装飾の注文を受けた。その彼の絵画における神秘主義と組み合わされたアングル風の素描や純潔な仕上げは彼の同時代のマザレ派やラファエル全派の作品に類似している。ジャンモはロマン派と象徴主義の間をつなぐ人物として見られており、フランスにおけるラファエル全派を予示するものである。そして彼の作品はピエール・ピュビド・シャバンヌ。 オディロン・ルドンとモーリス・ドニによって称賛された。京ジャンモの作品のいくつかは、彼の主要作品である、魂の歌を含めて、リヨン美術館で見ることができる。魂の歌はジャンモの最も有名な作品で、18点の、油彩画による、第1部と、この制作中に構想された16点の素描画から、なる続編の第2部、合わせて34点の連作である。ジャンモは、 さらに第3部、4部も計画していた。そして1858年には詩編、魂の歌の第1部をビングトリニア出版社より出版した。その後1881年にジャンモは第1部のいくつかの施設を書き換え、新しいものを追加してた上で、第2部を加えた4000行の長い歌がサンテティエンヌで出版された。このジャンモ自身により書かれた長い歌は、 魂の歌の絵画を解釈する原点となる。しかし、この魂の歌の絵はジャンモの孫、アロイス・ド・クリスタンが1950年に全作品34点をリヨン市に寄贈するまでの約半世紀間完全に忘れ去られていた。作品リストギャラリー家の花、ありがとうございます。